ライフタウン北部、滝の沢にて、湘南ライフタウンは、神奈川県藤沢市西部、茅ヶ崎市定地区の一部にまたがるニュータウンである。藤沢市側の地区名では、湘南大場地区と分類される。この地域は、藤沢市の西部土地区核整理事業と茅ヶ崎市の茅ヶ崎都市計画事業定地区土地区核整理事業により誕生したものであるが、 校舎についても藤沢市が茅ヶ崎市から委託を受けて実施されたため、実質藤沢市による区画整理事業と見ることができる。総面積は340.74ヘクタール。計画人口は4万5千人とされている。居住人口は3万2八8 5人である。昭和30年代の高度経済成長の下で、神奈川県内は、 首都圏のベッドタウンとして開発が進んでいったが、それに伴って都市のスプロール化も進んでいった。それを防止する目的で誕生したのが、この区画整理事業である。1971年に事業が開始され、1992年に完了している。1987年に神奈川の町並み百選に選定されている。太い幹線道路に並行して生活道路を配置し、 また、開発地内の廊下をそのまま残していることが特徴。設計は黒川気象である。子供たちの安全のためか、住宅街を車が通り抜けできないように工夫して道路を配置している。また、南の藤沢、辻堂方面、西の茅ヶ崎、寒川方面、北の湘南台、五所県方面、東の六階、全高方面のどこへ行くのも、 長い坂が続き、他地区と出入りしにくい構造にある。そのため、以下の特徴がある。全地域が駅から離れているため、神奈川中央交通バスによるアクセスとなる。主に、東海道線、辻堂駅と小田急江ノ島線、相鉄泉谷線、横浜市営地下鉄ブルーライン、湘南台駅からのバスが中心となる。2018年5月より、連接バス、 ツインライナーが辻堂駅北口発着とする系統に導入されている。日本郵便郵便局地域ごとにまとまった商業エリアがあるほか各地区でショッピングセンターを形成している場所がある。一部を除きある程度まとまった場所に開業されている。両市域間は市内料金で通話できる。地域内にある教育施設は以下の通り。茅ヶ崎指定地内にある 藤沢市編入を求める看板前述の通り湘南ライフタウン内には、茅ヶ崎市に属する地域が存在する。当初計画では区画整理事業完成の時点で、茅ヶ崎市域を藤沢市に編入し、同一面積分を藤沢市から茅ヶ崎市に編入する等価交換をすることになっていた。しかし1988年に、 藤沢市は、茅ヶ崎市への編入予定地域住民が、藤沢市への残留を希望したことを理由に、当該地域を藤沢市にそのまま残そうとする変形調整案を提示した。これに対して、茅ヶ崎市側は、藤沢市の一方的な発表であるとして、当初案を主張、漁師の主張が、相入れないまま一旦白紙撤回されて、現在に至る。漁師では、 湘南ライフタウン内に、茅ヶ崎市の教育、行政施設が存在していないという事情もあって、茅ヶ崎市域の小中学生が、藤沢市の学校に通えるようにするなどの行政協力を行っている。しかし、藤沢市主体で開発された、地域内での行政サービスの格差はいかん、ともしがたく、また、回収日、分別方法。 有料化などのゴミ収集ルールの違いに禁する、問題や消防、救急の対応速度の差などもあり、茅ヶ崎新域側住民の多くは、藤沢市への編入を求めている。ありがとうございます。